はい、今週も始まりましたよしこの仁義を果たすもの。はい、今回第6回目となりましたけど、そうですね、最近あの岩谷真由がメインで初勝利をしたということで、なんか浮かれてるんですけど、まあここから厳しくなるんじゃないかなと、まあ自分ともどんどん試合していって、まああいつをボコボコにできたらいいなと思います。ということで今日はこの場所からお送りしております。はい、なんと世界で一番強くなりたいのはアフレコに来ましたー、イエーイ。はい、ということでですね、あの2011年の新人王の時に自分が勝利者賞で優勝して、勝利者賞で世界で一番強くなりたいの漫画に、自分のなんていうんですか、もうよしこで登場するという勝利者賞をいただきまして、なんとその漫画が今度アニメ化されるということで、もちろん自分も出るのでそのアフレコに来ました。いやーすごいですね、もう自分そっくりで、ちょっと細身なんですけどね、自分そっくりで、何ですか、もうそのセリフとかも、もろ自分のセリフ、自分が試合中言ってるセリフで、もう言いやすいのなんのってね、もうオッケーですよ、バッチリ。もう拍手が出ましたから、監督の人から。そこんとこよろしく。はい、この世界で一番強くなりたいのよしこ様が出る回第7話は東京 MX テレビの、11月17日の深夜から深夜に放送となりますので、絶対てめえら見ろよ。ということで、まあ、世界で一番強くなりたいの話をここまでにして、最近ですね、自分なんと犬を飼いまして、もう超可愛いんですよ。ねえ、犬って可愛いじゃないですか。で、自分昔めっちゃ犬嫌いで、すごい触れなかったんですよ、トラウマで噛まれたのが。でもどんどんあの顔がね可愛いのよ、潰れたやつが。で最近買ったんですけど、見たい見たいでしょ、うんって。いや見してあげますよ。じゃあじゃーん、ティガーです。フレンチブルドッグのティガーです。今4ヶ月で男の子なんですけど、もう超可愛くて、見てくださいよ、これ。なんて一緒にお昼寝したんですよ、布団かけたら寝たっていう。でもあのまだ赤ちゃんなんで、結構いろんなとこにあのおしっことか引っ掛けたりしちゃって、その度にも超スパルタで、おいてめえこらおい、どこにおしっこしてんのこらおいって言ってビビらせてます。でもすごいちゃんとお座りとかイエイとかやるんですよ、こうやってイエイってやるとイエイってやって、もう超可愛いんで、そういう時にはもうあいこだねって褒めてあげるんですけど、犬バカっぽい、犬バカじゃない親バカっぽい。いやでもほんと可愛いんで、いつか試合会場とかにも連れてって、あの休憩明けのコーナーとかにティガーも一緒に出れたらいいなと。あ、親バカっぽい。はい、今週の仁義果たすものこれにて終わりにしたいと思うんですけど、今までの仁義果たすもの全てが再生回数1000回超えということで、イエーイ、おめでとうございますじゃなくてありがとうございます。はい、ということでこれからも仁義果たすものどんどんお送りしていきたいと思うので、いろんなゲストを呼んでいろんな企画をやっていきたいと思いますので、ぜひカメラマンさんよろしくお願いしますね。はい、経費を、はい、経費を出してください。はい、経費だけでいいです。小川さんに言ってください。ギャロッシーに言ってきますんで。はい、じゃあ今週の仁義果たすものこれにて終わりたいと思います。